せちができたところよ。よかったら食べていかない？おせちは買うものじゃなかったのかって、あなた何も知らないのね。おせちっていうのは手間暇かければちゃんと美味しく作れるのよ。買うより味も優しいし安く済むし。はい、黒豆あげる。豆に働きなさいよね。うん、別に巫女が考えたダジャレとかじゃないからね。おせち料理の一つ一つに語呂合わせとか象徴とかいろいろあるの。栗きんとんを食べたらお金持ちになれるし、エビを食べたら長生きするし、カズノコを食べたら、いや、カズノコの話はやめましょう。幸せそうな顔で食べるのね。そういう顔って嫌いじゃないわ。ニコニーの手作りおせちを食べられるなんて、あなた世界で一番幸せ者なんじゃない？エビいっぱい食べておいてね。長生きしてずっとニコを応援し続けてほしいもの。